はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。清水様、あずさ様、やすし様、ドル様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。藤川博明江東区支部長ポスティングボランティア募集開始いたしました。安倍俊文富士見野市支部長ポスティングボランティア募集開始いたしました。いずれもあの URL つなげておきますんで、あとあのツイッターとか見てですね、直接連絡して直接あのやり取り支部長さんたちと、してください。皆様よろしくお願いいたします。コラボ情報更新、毎晩毎晩滝のように怒涛の情報更新がございます。赤い羽基金事業部長秋貞由美子、秋貞って読むのかな、よくわかんないな、秋貞由美子、若年被害女性支援事業のノウハウをまとめ上げて全国展開することをコラボに期待と、こんな記事書いておりました。応援者メッセージなんつって、つまりですね、コラボ型公金集中スキーム全国制覇を赤い羽が後押ししている、お金も上げてということでしょうね。ネットの反応です。何かしらの利害関係があるんだろうな。明らかに寄付の拒否が増えるよ今後は。赤い羽なんかあの二度としねえから俺は。赤い羽の他の人はどう思ってんだろう。ゼニゲバ宗教みたいで怖い。叩けば叩くほど疑惑が出てくるコラボに何を期待しろと。コラボの被害者を全国に広める計画怖いと。これ匿名の発信者がコラボに保護された時のことを暴露している記事なんですけれども、匿名の暴露によれば、コラボ被害とはですね、親の暴力がひどくて鬱になったって嘘ついて生活保護もらえ、 3LDK に保護女性を3人住まわせて、それぞれから家賃として7万円徴収。まあ、原資は生活保護なんですけれども。生活保護費はコラボが管理していた。ということで結論は、保護女性はコラボの家畜と、飯の種と、そういう結論になるんですけど、ついでに公金集中スキームを全国展開したいのが、赤い羽基金事業部長、秋貞由美子と、この応援記事が書かれたのが、何年か書いてなかったんですけど、全国制覇計画はどこまで進展してんでしょうか。豊島区なんかも侵食されてんのかな、いわき市とかもな、なんて恐ろしいんだ。コラボ類似団体の若草プロジェクト、ボンド、パップスって3団体あるんですけれども、略してですね、黒い順から悪い順から WBPC と、若草が一番黒くて、悪いという噂です。四天王って言うんですけど、コラボは代表のニート無能が比例は共産党に行って呼びかけしてたんで、共産党お抱えなのは間違いありませんけれども、ボンドは公明党と年頃みたいであります。公明党の公式、2020年5月26日記事、生きづらさ抱えた若い女性に寄り添うボンドプロジェクト代表立花淳さんに聞く、心に傷を負った女性たちの実態や対策などを語ってもらいました。代表の立花淳はこんな顔してるみたいであります。目の大きさが左右で違ってて怖いんですけど、こういうのってあの嘘つきに多い、左右の目が違う嘘ついてる時に、する表情だな。なんだあのボンドもコラボ同様若い女性しか救済しない超差別団体だったんか。児童福祉法や配偶暴力防止法、生活困窮者自立支援法など制度はありますが、そこから漏れてしまうような問題を抱える若い女性への支援は厳しいのが現状です。そんな中公明党は親身になって取り組んでくれます。コロナで最初に声をかけてくれたのは山本なんて読むんだろう山本なんて読むんだろう、参議院議員でした。
また松田松葉タミ子栗林のり子の両都議も現状を聞いてくれました。なるほど、年頃だ公明党とボンドは、記事からボンドの主な活動はですね、拠点は渋谷だとございます。ターゲットは10代20代女性、30の声を聞いたら、あんたらはいらないと、見捨てる切り捨てる男もダメ、差別団体、主な活動内容は SNS パトロール止めて家で止めてあげるよなどを検索して、対象を発見したらですね、相談機関へつなげられるよう声掛け、これが事業内容だそうであります。ボンドの2021年度活動計画書、括弧予算案を発見いたしました。それがこちら、万円未満切り捨て表記してるんですけども、収入合計1億3105万円。すげえ。1年間で。どんな大会社なんだろうね、これ。会員会費238万円。寄付金2744万円。赤い羽とかから来る金かな。公金中中分、7151万円。どっからもらってんのは知んないですけど、公金中中。委託料、助成金、補助金、どれかわかんないですけど、3種類あんのかな。利息など雑所得64万円。支出の部、借金5669万円。これがわかんないんですよね。人件費は別に368万円ってあるんですけども、借金ってなんだ、借金って。ちょっとマネロンの匂いがするな。その他事業費4205万円。3601万円余ったんで、繰り越し金にしますだって。年間3600万余してんだ。金の入りがいいな。さらに、ボンドの財産目録を発見いたしました。こちらであります。現金95万円。UFJ に8031万円。ゆうちょに424万円。みずほに2818万円。今までの繰り越し金とか貯めたもんでしょうね。未収金として、都配偶者、暴力被害などセーフティー強化支援交付金89万円。これが今からもらえますよ。コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金3204万円。これが今からもらえますよ。横浜市西部児童相談所一時保護委託費39万円。コングラント株、クレジット決済寄付額50万円。それが今からもらえますよ。コングラント株式会社は、寄付金の決済管理システム会社だそうであります。50万円ぴったりなんで、の寄付なんで、一人もしくは一団体からの寄付かな。なんかマネロンの匂いがするな、ここでもな。なんだかんだで、ボンドの資産合計は驚愕の1億5229万円。以上、予算案と財産目録なんですけど、成果が見えない、プライバシーだっつって見せない、どういう女性保護したの、どういう内容だったの、成果見せない、プライバシーだっつって、本当にやってるかどうか分かんない、 SNS パトロールで年間1億3000万円で、今持ってる資産が1億5000万円、やめられまへんな。結論なんですけど、赤い羽にいくら寄付したところで世の中良くならない。こんな連中に流れておるから、こういうずるい連中ね、退治しないと、いくら税金払ってますね、足りゃしねえよ。こういうの退治してから、それでも足りないんで増税差し下さいって土下座すんだら分かりますけれども、1月30日立憲民主党、具体的にどういう被害で反撃するのか、総理言えるかそんなの、機密の公選規定を質問してしまうスパイ丸だし、バカ丸だし、そんなのバレたらですね、該当しないギリギリのラインで軍事的な嫌がらせ始めに決まってるだろうなーって思っていたら、1月31日、私と誕生日が同じ C 数を、4つのミサイルの射程距離それぞれ何キロ、うわー、直接的なの来たな、これな。浜田防衛大臣、言えるか、そんなの。Cカズ、射程距離が明らかにしないこと自体が脅威になる。うまいことを言ったつもりなのかな。ネットの話、誰にとっての脅威なん、どこの国目線、脅威でいいじゃん。脅威を与えるためやってんだろ。脅威を与えられているのはこっち。防衛力の強化を脅威と感じるのは敵。敵国に脅威を感じさせないと抑止力にならないだろ。人民の生活が第一って、ポスターにデカデカと書いてありまして、同様にですね、射程距離を明らかにしないこと自体が人民軍の脅威になる。
ってことでしょうね。いついかなる時でも国会でも中国共産党へのごますりを欠かさないブレない外観誘致主義者、あ、それが共産党ですね。パヨ連中はあの日本を人民軍に差し出したいやつばっかなんだよな。そしてなぜかあの属国になった日本で何の根拠もなく占領のお手伝いをしたご褒美で自分が上級国民になれと信じてんだよね。ウイグルでもチベットでもそういう連中、侵略の手助けした連中は真っ先に始末されたのにバカとしか思えない。うちの子に限って、主人に限って、自分は大丈夫、正常性バイアス強すぎんですよね。あるいはですね、あのダニングクルーガー効果、バカほど自己評価が高いなのかな。共産党はあの子孫のために、ならないから潰さないとですね、それ以前にですね、バカで嘘つきで法律を守らないから私は大嫌い、ド直球で言いますけれども、まあまあね、あのいい人ぶってね、であの好き嫌い表明した方がいいんだが、こうでこうでこうだから大嫌いだから潰すって、言った方がいいんだわ。あの政治家はいい人ぶんねでね、いい人ぶりたいとか賢く見られたいとか思ってると操られっから、ああそういう連中にね。厳冬者、ガーシー議員は除名確実。4つある懲罰の内容のうちですね、公開戒告、議長に怒られるは来ないから不可能、公開陳謝、来ないから不可能、自宅謹慎、国会にあの1ヶ月記者ダメとか2ヶ月記者ダメとか、すでにセルフ謹慎、除名、これしか効果がない、懲罰とならない、これしか、参院の懲罰権はですね、司法の範囲外なので、裁判でごねることも不可能だそうであります。へー、私もあの豊島区委員会ですね、懲罰委員会が始まる前にですね、共産党に絶対謝んないんで、もしあの公開陳謝になったら、その上のあの謹慎か除名してくださいって言っときました。結果は無罪でしたけれども、懲罰動議かました連中、生き恥だよな。罰するべきっつって、罰さないって結果になったんだから、無実だって結果。次も立候補するみたいですけれども、共産党、義部、清水、小林、渡辺、立憲の河瀬、小堺、うち小堺はですね、政務活動費横領の捜査中に自宅で死亡しております。自殺か他殺かは、続報なしであります。まあ、あの、立憲と共産の議員ってだけで、生き恥回転ですけどね。というわけで、ボンド、恐ろしい団体ですね。コラボ以上に、やばいかもしんねえなー、なんていうところで。メール党員さん、大募集であります。2月12日、NHK スクランブルでも、皆様、ご参集よろしくお願いします。デトックスジャパン。